ほんでだから一晩中ね呼吸して生きていればこそだ。また翌朝息も続いてるんだし、そうしてみるとそのちゃんと自他の剣の病んだ地盤のところでもちゃんとね我々呼吸している、生きている、死んでいない、窒息していないということだ。つまり自他脳症を超えた生命実物としてだ。で自他の剣の病んだ地盤でもそこに呼吸あり、息止まらず生きている、死んでいないと言うべきだね。だから諸法が仏法なる時節、すなわち名護あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、修行ありというのは、まあ結局つまり自他脳症を超えたところにいろいろの諸法があるということだ。だからこの段そんなに難しいこと言ってんじゃねえんだ。それ深刻があってね、どの辺の境界だろうってそんなこと言ってんのがこのトンマだね。だから決してね自他の剣をやめるってことは、何もこれから手作りしてね修行して手作りすることじゃないんだ。これから修行してなんとかその自他の剣の病んだ教会になりたいと、そういう仏法の地盤では諸仏あり修行あの、名護あり修行あり生あり死あり諸仏あり修行ありかなんて、そんなふうに考えちゃダメだ。でまあ結局ねその眠ってる時にもちゃんと息しているっていう、それの力でもって事実に自他脳症をやめた生命実物として我々生きてんだし、またそういう実物として死んでいくんだし。だから私が庄司北斗に書いてる庄司の分別超えている今の生命実物にの双方でも生き死にするんだ。で要するに仏法はそのつまり自分自身にとにかく当てはめて、そして我々確かに我々自身ね、そういう生命実物生きてんだ、そういうのをよくよく思い知るっていうことが、これが仏法はまさに自他の剣をやめて学するなりってことです。いいですか。でまあ諸法の諸法っていうのは、まあ、前と言うように自他脳症分かれる以前のあり方を言うわ。それをねこの法についてこの頃の、まあ、仏教 の, あの 本には誰が言い始めたか知らないけど、大概物とかね存在とかって言ってるわ。しかし法を物とか存在とかって言ったらもうあの全く当たってないね。いわゆる西洋流のレアルの概念じゃない。物とか存在とかレアルとかっていうのはこの自と他ともう分けた向こう側の話になるから。いいですか。そうでない法っていうのはこの自と他と分かれる以前の、それでそのだから仏法としてはいつも言うけど一心一切法、一切法一心だ。私自身は万法を生命体験しながら生きてる。だから万法は自身に生命体験されながらあるというね。それが根本です。だから信心、信法不二だ。信法一如だ。一心一切法、一切法一心、自身と万法と分かれる以前が。それが法です。で、真です。だからこれもね、諸法の仏法なる事実って、向こうがあらゆる存在があって言って、向こうが話もう、まず向こうが話持ってっちゃうから、もうわからないね。
で、それは処方の仏法なのに説ってどの辺の境界だろうかってそれでみんな考えてるの。それだと見当外れ。本当に今我々はね、誰でも彼でも思っても思わなくても信じても信じなくてもみんなこの仏法なる自説を生きてるんですよ。それをそのことをまさによく分かることが大切だ。でそれをだから諸法の仏法なる自説すなわち名語あり修行あり書あり詩あり書物あり修行ありというのは何、これ諸法実相のことを言ってるんだ。これ別に難しいこと言ってんじゃない、昔からね諸法実相ってこと。それに対してこの次のね、の第2段目の話はこれ諸法無我の話をするわけだ。この2つはね、その仏教の仏教教学ちょっと覗いてみりゃすぐ出てくる言葉だもん、昔から言われてるね。その2つを言ってるんです。だから万法ともに我にあらぬ自説、惑いなく悟りなく諸仏なく修行なく生なく滅なし。ところがまあ何にも知らない人はね、ああ前の段は諸法って出てくる、この段には万法出てくると諸と万の違いでもってあるとないがこんなに変わるかとそんな字のが格好の話してんじゃない。今諸法も万法も同じくいずれも仏法ということです。仏法と諸法と万法ってみんな同じなんだ。いや金剛般若般若経にはね、一切法皆これ仏法なりって書いてある。一切法はあらゆる法はね、仏法だ。だから別本仏向上寺っていう正法言論の中に別本っていうのがあって、仏その中の仏向上寺には仏法というはいわゆる万法なりだ。万法って言ってもこれ万法ともに我にあらぬ自説っていうのね、これ仏法っていうの話なんだ。やっぱり結局ね、仏法の話はね、この自と他と自他の件のやんだ地盤でしょ、あと自と他と二つに分かれる以前の地盤だ。で それだからね、ところが我々があるとかないとかっていうのはね、我々二つに分けた分別する頭の言葉でしょ、あるとかないとかってね、そのあるとかないとかっていう言葉でね、仏法っていうものはだから言い表せるはずはないわけです。で一旦あるってやすべてある、諸法実相だ。またないってやもうすべてない、諸法無我だ。で決してそのだからここでもって諸法の仏法なる自説ありありありって、それから万法ともにあれ我にあらざる自説なしなしなしって言うけど、これいずれもね、うと無とあるとないと分かれた後の言葉じゃないんです。分かれるその有無相対あるなしを対立する以前の言葉ですね。だから決してね、諸法の仏法なる自説と万法ともにあらざる自説っていうのは決して二つの話じゃないね。たった全く一つの生命実物について同時的に言われてることだ。そこでね、初めから言うように決してね、仏法は平面的にあるか
ないかの世界でコンピューターにかけられるような世界じゃないというのはそこだ。生命実物としては有と無と、自と他と分かれる以前、有と無と分かれる以前、それであるとか平面的にあるとかないとかっていう言われる世界じゃないんですね。でだから生命実物としてあるって言えば全てあるある、ないって言えば全てなしなしと、仏性の巻で無仏性って出てくるし、無仏性って出てくるでしょ、あれと同じだ。だから決してね、そういうのそれはどんな境界かって言って向こう側に話を置いてたらもう全く分かんないんだってことをよく繰り返し言っておかなきゃ。そうでない、我々事実として今いつでもそういう力で、有と無と二つに分かれる以前の力で事実生きてるんだってことですね。意識しようと意識しまいと、その思うと思うまいと、信じようと信じまいと、事実そういう力で生き死にしてる。いや例えばね、今一生懸命私喋ってると、あたはてなとこう思うとね、そのはてなはどっから出てきた、結局これあるのか、まあはてなと思うんだからあるみたいな、しかしながらどっから出てきたっていうと ないこれね、それであるといやまさしくあるある、しかしないってやないんだ。それで絶対にこうあるとしてもないとしてもつかめない世界だ。それで義運禅師という人は呪縛を作ってるけれど、これに対してね、これ何ってこれその現状公案を一口に言うのに、これ何って、これはまあ捕まえないもんだじゃあこのもう少しはっきりっていうか、もうちょっと解剖して言うならね、このあれなんですね、大体仏法の話っていうのはね、普通の我々の人間理性や言葉以前の生命実物の話ですね。しかしながらね、この仏法の話はその人間理性や言葉を否定してした世界じゃない。我々人間生命としてはどうせね、こう頭持って人間理性言葉っていうものを持ってるんだ、これが持ってるのが生命実物だ。その限りね、その仏法っていうのはその人間理性や言葉をひっくるめた生命実物じゃなくちゃっていうことね。それだから平面的でないね。それで私がよく頭漫画描くのはこのこうですね人間生きてる生命実物だ、しかしながらこのところの頭でもって無限のその言葉を持ってるんだ。で その言葉でもってこの これを言い表そうったって無理だ。そうじゃ言葉は言葉の世界だからね。でこれはいいですか、このこれは分別の世界ですよ。ところがこっちの生命実物っては分別以上の世界だ。でこの全体のね、天地いっぱいの生命ですね、この天地いっぱいの生命実物をこの分別した言葉で言い表せるはずがないのね。でこれは分別したあるとかないとかって言えばありってやありなんだ、全てしかしなしてやなしなんだ、そういう言われでしょ。それどうせ有と無と分かれる以前の世界話だから、
それで話はだから非常に平面的でなく立体的になる。ところがこの次の段になるとその立体的世界が今度はの動き出すんだからまたこう話がもうちょっとあの深くなるんだね。で第3段目は仏道元より宝剣より超出せるゆえに消滅あり名護あり消仏ありと。これね文章としてはね第1段第2段第3段ですね、あの諸法の仏法なる二説すなわち名護あり修行あり生あり死あり諸仏あり修行修行ありとこうあの第1段ね、から第2段万法ともに我にあらざる二説惑いなく悟りなく諸仏なく修行なく生なく滅なし、これは第2段で、第3段は仏道元より宝剣より超出せるゆえに消滅あり名護あり消仏ありとこう同じようにありありかなしなしとこう書いてるから、まあ、いかにも文章としては3つ並んでんじゃない。ところがね文章としてはその第1段第2段第3段が並列的に書かれてるけれど内容としてはね第3段の主題はねその第1段第2段は仏法の話だ。ところが第3段は仏道の話なんだ本当は。だから主題がもう変わってるってことを知らなきゃ。ところがまあ今のあのまあいろんな注釈文が仏法っていうのはもうかあの仏法とは何かってことも考えないでしょ、仏道とは何かってことも考えない。そうすると仏法も仏道も同じなんだ。あの どうせ何も違いはわからないわけだ。それでそうするとこの3つを並べてみてそして仏法とは何かってそうするとあの仏法とは何だってそういう仏法とは何だっていう そんなこと考えてるから見当外れになるんだ。いやその謎々の話っていうのもいい加減じゃない。もう、楕円形しててね、中が濡れててそして周りの毛の生えてるもんなんだっていう、もうみんなわいせつ感もすぐわいせつなこと考えちゃう。何目だそれでその点ねそのあれだ、うん、な謎かけ話っていうのとんでもないこと考えてるで今の場合でもな仏法っていうの仏法とは何だって言ったらこれ そのくらいのことを妄想してそしてあのどっかあの深い境界なんだろうって考える。それで話は全く分かんないことになる。大概の、まあ、注釈本を見るとこの3段並列文章としては確かに並列的な。それでしかしながら、ね、意味内容をこれ並列的に見たら分かんなくなるのは当たり前だ。そうじゃない仏道は仏法と仏道は違うんだ。どういうふうに違うかと。これ仏法に対してね自他の嫌悪をやめて学するなりっていう私道元禅師のね言葉を注釈として引いたけれどこの仏道に対するね根本的注釈として挙げるべきはあの学道用人集にねただ仏法のために仏法を主すすなわちこれどうなりっていう言葉がある。結局仏法っていうのは生命実物なんだ。しかしながら今どうって言った限りねそのそれを道を行くことなんだ。いいですかこれ、ね、事実このその道を行かなきゃそれがどうだ。そうするとね仏法のために仏法を主すすなわちこれどうなりこれだから仏法のために仏法を主す
生命実物のために生命実物をするってことね、主すること、行ずること、それが仏道だ。仏道と仏法と仏道とはそれだけ違うもの、明らかにこれ違うんだ。それ並列的に3つ並べちゃっていいはずはないんだ。それで私は意訳してね、仏道っていうの、自他の諸を超えた生命実物に覚めて生きる生命運転をしたんだね。この前もね、人が来て、その私 の, そのたまたま現状公案異界の話出た時ね、あの本にはその現状公案の巻っていうのは平面的でない多重構造、それで、公共学のようなそのさまざまな楽器がさまざまな音色を出して一つの曲を演奏するという世界のようだって書いてありますが、それはまあ我々には計り知れない世界なんでしょうねって言った人がいたんです。そういうふうにね、そのいやいそ確かにその、現状公安委員会はそう書いてるし、今もそう喋ってる。しかしね、これくれぐれもね、その計り知れない深遠な世界だって向こうへ持ってっちゃダメだってことですよ。決してね、自分より向こう側に持ってっちゃダメだ。どこまでもこう私自身に当てはめない。いや例えばね、今その我々が自動車運転するっていうことを一つ考えてはください。これ今みんな車に乗ってるわけだけど、この車運転だってね、その一つ考えてみれば全く平面的世界じゃないでしょ。それこそ交響楽のような世界ですよ。その手元足元にはね、ハンドルとかブレーキとかアクセルとかクラッチとかそのギアとかっていって、まあいろんな機器が並んでんじゃない。そして目の前の風景ってあんま動いてんだから刻々に変わるじゃない風景が。ほいでね、単調でない。しかもこれ風景だけじゃない、そこに事実としてあれだね、自動車も、まあ、走って前の自動車も走ってりゃ対向車も来りゃその信号もありゃ、それから横丁から子供が飛び出してくることもありゃっていうね、こういう複雑な目の前の風景を前にしながら、そしてこう手元足元のあれそれに応じて運転してくんだ。これちょうどこれみんな考えちゃできないと思う。これ一つの交響楽の演奏だもん。ところがこれ車の運転一つでもそうなんだ。今いいですか、その仏道っていう道っていう感じでそういう行く道なんですよ。でだから運転っていう、我々の人生運転となるとそれこそその自動車運転よりもっと複雑やん。目の前には金あり学歴ありいじめあり地位ありライバルあり女あり酒ありギャンブルありそして自分自身のうちにもその時その時の気分があることに、女の人なんか激しいもんねそれから欲望もありゃ健康状態もありゃ家庭事情もありゃって言って、それからまた自分自身にはその自分なりの正義感もある。女が真ん中歩いてきてけしからんとか思うな、そういう気分もある。で名誉心もあるし虚栄心もあるしって言って、もうその非常に複雑だもん。外も複雑な内も複雑ね。これら全てありありありだ。それを前にしながらいかにこの思いに振り回されず、その生命実物として生命実物運転していくか、
それが仏道場で、つまりね、諸法実相の全てありありありと言いながら、また諸法がなしなしなし、それにありながら今度第三の仏道地帯、これ具体的に運転していくんだからね、生命運転していくんだから、これいわゆるありありありなしなしなしっていうの、そういうのを超出しての仏道をもとより宝剣より超出する、その二つを超超えてるってことね。それで具体的に実際運転していくんだから、これはまたそういう意味でありありありと。要するに具体的行だね。でこれだから、くれぐれもだから傍観者として見ちゃこの文章は全くわからないし、それでまた意味もない。そうでない自己のみんなのあれなんですね。今もたくさん消防現像の本書いてる人はあれしたらいるけど、みんな消防現像に対してまるで博物館 の、 あの陳列のガラス越しケースのガラス越しを見るような気持ちで書いてる人が多すぎるね。じゃない、そのどこまでも自己自身の生命実物運転として見あの読んでから、それで初めて消防現像が私自身に何を教えようとしてるかってことだ。だからね、この後にも仏道を習おうというは自己を習おうなりって言ったのあるでしょ。それのどこまでもね、仏道っていうのはね、自己自身の生命運転を習うんじゃないか。でそれからその次、しかも格のごとくなりといえども、花は愛席に散り、草は危険に追うるのみなり、自己を運びて万法を主唱するを命とす。万法を進みて自己を主唱するは悟りなり、名を代語するは諸仏なり、語に代名なるは主情なり、さらに五情に特語する感あり、名中無名の感あり。これね、この段の初めの文章ね、しかも格のごとくなりといえども、花は愛席に散り、草は危険に追うる のみなりと、これは文、これもね、文章としては前段のその仏道もとより宝剣より超出せるゆえに、消滅あり名あり消仏あり、それに続くように文章としてはそう見えるね。しかしながら話の内容としてはよく読んでみるとそうでない、かえって次に述べる名語諸仏主情の在り方をの述べるね、全文として見なくちゃ。つまり自他分かれる以前、生命不二の生命実物、それはべったりね、平面的平等同一なんじゃなくてだ、名語諸仏主情っていう差別層があるわけですね。ところがそういう、しかもそれらは人生運転していくこちらの手前からはね、こちらの手前との関係において現れるってこういうことだ。しかも格のごとくなりといえども、花は愛席に散り、草は危険におるのみなり。例えばさ、急用でね、何時までにあそこ行かなきゃなっていう気持ちでもってね、自動車に乗ってる時に交通渋滞って言ったら、これはね、イライラするほど長いじゃない。それに対してね、これ好きな女の子脇に乗っけてね、そして乗っていく時に交通渋滞、あ結構あっちだ、またもっと長きゃいいと思って、私自身ね、自動車には
自動車運転どころか 自転車にも乗れない男なんだからね、まあその経験はないわけだけど、まあそうだろうと。でまた同じ酒でもね、その、遊びに行って飲む酒っていうのはこれはもう楽しく酔う。ところがこれ社用で重大なお客さんを接待しろっていうんで、それで、接待するためのお酒っていうのはこいつは酔わない。そういうふうにね、人生運転において出会うところの、まあ仏道をもとより法権より超出せるゆえに消滅あり面はあり消滅ありとね、あれはありありな、そのありありだけれども、そのそういうありありは決して客いわゆるの客観的実在とは違う。あれで人生運転に出会うありありはね、かえってこちら側と の関係において現れるってことね。草は愛席、花は愛席に散り、草は危険におるのみなり。草狭いなって運動場で遊んでる。今度は広いなって今度草取ってるって言って、そういうあれ子供の詩があったけど、そうでしょ。でこれそのこっちの人間の頭の中において。関係的に現れるってことね。でそれがその前文となって次の自己を運びて万法を主生するを命とする、万法を進みて自己を主生するは悟りないとこう出てくる。要するにそのこっち人間の頭の思いの中にでその関係的に現れるって言ったがね、この自己っていうのはね、人間的頭を持つ人間そのものってね、これは人間っていうのだってみんな生命天地いっぱいから、まあ私の言葉で言えば天地いっぱいから生命実物として生きてんだ。だから人一切自己だ。本当はこれ自己を運びて万法を主生するは命とすってこと、この自己はね、本当は人一切自己ですよ。ところがこの人一切自己、天地いっぱいのからの自己であるはずなのにね、この頭の中においてはね、そのいつでも金が欲しい、女が欲しいっていう甚だその天地いっぱいならざる思いが湧き出してくるんじゃない。それでこの一つのこれ分泌器官だからね、頭ってやつはいろんな思いを分泌するんだから、で天地いっぱいのところで私は生きてんだ、これ天地いっぱいのところでね、そしてその頭だってどうせ天地いっぱいのところから働いてんだ。ところがこれから飛び出してくるその、あれは甚だ天地いっぱいならざる思いなんだ。それでその天地いっぱいならざる思いを押し出してだ、そして万法を処理しようとすると、これは迷いに決まってた。いや世の中ねこれ、自分の思惑を満足させるためにこの世の中はあると思ってる人多すぎるね。みんなそう思ってるんだ。世の中ねの自分の思惑を満足させるために存在するんじゃないんだから、だから思い通りにならないってことは当たり前なんだけど、それがどうしてもそう思えないって、それでみんなぐずったりね、もがいたり大騒ぎしてんだ。世の中みんなこのぐずりもがき大騒ぎだ。ところがまあそれが俺は確かに俺がその至らないからだっていう、まあ分かって、それでなんとか修行して、でこの自分をなんとか悟り開いて、それで自分を向上させなくちゃなんないっていう、まあそういうつもりになって、まあ、座禅修行でも始めようってみんな来るわけ。ところがねそのまさにそのことにおいて
なんとか自分を向上させたい、悟りを開きたい、まさにそういうことにおいて自分を思い、自分というものを思い通りにしようと思ってるんだね。それで そういうあの自分をなんとか よくしよう、向上させよう、悟りを開きたいとこう思う、そういう思いっていうのは、これはまたあのまた天地いっぱいならぬ思いなんだから、これで始末がありんだ。一体それでね、本当にそういう仏道修行、そういうのを実際にやってみてね、それこそもうどうにもならなくなるんですよ。いや私の場合ね、これまああの事故っていう本にも書いてあるけどね、昭和16年にあのまあこれどうしてもこれじゃダメだ、もうどうしてもあの坊主になって座禅修行をしなきゃっていうんで、あの沢木老師に得度してもらって、で座禅修行を始めたわけね。毎月その頃あれだもんね、2回ずつ接診で、1回の接診は朝2時から晩の12時まで、その、ね、座禅禁品だけで、まあ3度の食事は食うけど、それでもまた食事をすぐ禁品っていうんだよ。それで1日24時間のうち22時間座らっちゃう。それでそれどころかあとの2時間も座水って言うんだ、これもまた座ってる。おと24時間のうち全部24時間座ってる。全般つっかえぼして、それでこうやって寝るんだ。それをあの毎月5日間やって、老発の時は1週間だ。もうこうなっちゃう、もうあの、起きてるあれはないね、もう寝ちゃった。いくら凶作でぶったたかれようがないよ、目が覚めない。もう本当にね、あんなそんなのもやってるわけだ。しかしながらそれでこの、まあ、こうして残念修行していればそのうちになんとかなるだろうっていうんで一生懸命やったわけだ。それでそれ丸3年やったわけだ。で昭和19年になってとうとう、戦争末期でもう大中寺っていう寺にいられなくなって、そしてあの東京の市政寮へ行ったわけだ。まあここにも沢木文子さんがいるからまあその頃文子さんと一緒の生活だったけど、あれだ。それでところがね、それからもう戦争負けこのまま行っちゃあの、あれだ、あの徴用に取られちゃうっていう。でなんとか働か、格好だけでも働かなかったっていう。それで今度は島根県 あのあれで浜田の奥の炭焼きに行ったわけだね。そしてところがそのあのあれだ、一生懸命座禅修行をして、そのうち初めのうちはこれやってりゃなんとかなるだろうってやってんだけど、何年やったってなんともならないってことだけは分かってきた。そうするとこんなことしてていいんだろうかってね、思わざるを得ない。しかも戦争中でしょ。それであのまあ私もだんだん深刻にそんなんてきた。で沢木老師にそんな手紙出したら、沢木老師があのあれこれもあの事故っていう本に書いてあるけど、あの道元禅師のねあの詩をね、あの芸を書いて送ってくれた。あの主者を総合して思い言うね、万物同時現在前、仏法今より真すでにつく、真に交互しばらく縁に従うね。まあそういうあれを書いて送ってくれたんだけれど、そう今 その時はね、それこそそういう境界になりたいと思ってもがいてそういう境界になりたいと思ってもがいてるのをこれどうにもならないじゃない。それでそれからまあこう今になってこう考えてみると、それからまたまずまだ5年間苦しんだよね。で昭和19年から24年までね、その23年4年っていうのは
信州の提唱寺に立ち向かう。もうこれもういよいよどうにもならなくなっちゃって、それでもうそういうその自分の思いね、もうどうにもならなくなって、もうしょうがない、座禅ただ座れっつってあれした時にほっとこうね、なんかこうあの気分が変わってきたね。それでその時にあの作ったのが、炎天下打ち方やめの号令に、打ち方やめば数風を吹くっていうそれはあれで書いたんだね。これまあ今時の、 あの若い人の教練なんていうのやったことない人は分かんないんだろうけど、教練っていうのね、あれしてもう真夏の 日の中、そのいろんなものを着せられて鉄砲担いでさ、あのなんだかんだって陰ずり回されて、しかしながら打ち方やめって言ってね、あこれで済んだんだそれでこうやめたら、そしたらふっとこう涼風が来た気分ですね。これまあ、兵隊さんやったことある人は、私のその歌、そのあれ気分、あれは非常に気分がよく出てるって言った方がいたけどね。でもまだそれが一体何だか分かんない。ところがそれからあれですね、昭和24年になって沢木浪氏があのもう安泰寺に移ってからだ、仏法は無量無変、お前の物足りようの思いを物足りさすものであろうわけがないって話した。それでもって私本当に天地がひっくり返った思いだ。これね本当にね、なんとか自分を良くしよう、それでなんとか悟りたい、それでもって大騒ぎしてんだね。ところがね、本当はこの私自身でさえも、自分自身という存在さえもね、その自分の思惑の中にはないんだってこと。思惑ってまあ私はいつもこの字使うんだ、思い惑いのスペキュレーションでなし、思いの枠だ。みんなね、自分の思いの枠にこの押し込めようとしてんだね。そのね、そういう本当の天地いっぱいの仏法っていうのはね、その自分の思惑の中にね、手ごめにはできないんだっていうことです。それで結局自分の思いで何ともなくなるもんじゃないってことだ。いや、悟りが欲しいって言って、のその 自分の悟りが欲しい思いで悟りが来る、そんな、ことで来る悟りはどうせあれだもんね、既製品的悟りだもん。そうでない、その沢木浪氏が言ったね、バラで行かなくちゃなんだと、これバラだバラで行かなくちゃ。これいや普通はね、思ったこと大体まあ口で言ってるじゃない。それからそこにあるものを取ろうと思えばこうやって手が伸びて取れて、それで飲もうと思えば飲めろ。しかしながらね、これ腹いっぱい食っちゃって、あ今日は食いすぎた、早く胃袋消化しろって言って、もう胃袋は言うこと聞かねえんだ。そこのところがね、もう胃袋さえも私の言うこと聞かないんだ。言わんや、これ体全体ね、病気早く治りたいって言って、いくらジタバタして薬飲んだからって病気はそんなに治るもんじゃない。これはまあみんなも私自身の体でさえも思い通りになるもんじゃないんだってことをね、よく知っておかなきゃ。でその点ね、自分の思い通りになるってことものがあってみんな思ってるけど、思い通りになるものなんて世の中ほんのちょびっとだ。でもう全ては思い通りにならないのが当たり前だ。それに反してね、そのまあ数年前
お正月の年賀状の詩に書いたね、あの便りっていう私の年賀状ね、 こうなるとよっぽど落ち着いてるね。若い頃にはいろいろともがきまくってきましたが、いつしか風の中の木の葉のようにコロコロ飛ばされながら、穏やかな木幡の里のお地蔵様の日だまりの中に吹き寄せられ、すべて物足りぬまま満ち足りて、ただここ今を通信で生きております私は、ってか、まあこれちょっとあのなかなか落ち着いてきたまあこれはおとりの加減だとにかくそれね、自己を運びて万法を主生するを名とする、万法を進みて自己を主生するは悟りなり。だから少し、あともう時間ないな、まあ そこまでにさせてもらおうかな。それで今のところの意訳を、私の意訳をちょっと見てください、意訳現状法案、現在が現在になる当たり前の深さ。1、諸法が仏法、自他の諸を超えた生命実物としてあるとき、差別層が分からなくなっているというわけではなく、すなわち名語、修行、生児、諸物、修行など差別された層である。さっきこの絵描いたね、これですね、今この生命実物として生きてるんだ。しかしながらその私はこの生命実物として生きてる、しかしこの分別する頭は持ってるんだから、だから一応ね、分別されたあれがないわけじゃない。それでありありあり、しかし万法、2段目ね、しかし万法、自他の諸を超えた生命実物はこの 我の頭で考えるような実体的存在ではないので、その点から言えば惑い、悟り、諸物、主生、消滅などの差別があるわけでない。これもこれでこの生命実物としてやる、これはもう全て差別はない世界ですね。そして第3段目、仏道、実際に自他の諸を超えた生命実物に覚めて生きる生命運転においては、差別無差別を超えている具体でなければならないから、それゆえ消滅、名護、消物というような具体的姿である。これはまあ実際生命運転していく手前はね。それでしかもこの場合、今度4段目、しかもこの場合、花は愛惜する心の手前に散り、草は危険する心の手前に繁茂するというふうに、すべて人間的頭の中の関係においてそのあり方が現れる。この括弧しているところはだから省略されてあるところを私が補ったわけですよ。で、自己を押し出して自己の思惑通りに万歩、頭手放しの人海生命実物を処理しようとするのは迷いであり、万法、頭手放しの人海生命実物のあり方として自己を生かすのは悟りであると、まあ、今そこまでがいいわけですね。まあ、あの時間来たらしい。